それでは、ジェネラルマネージャーから頂いた方、処理をご覧いただきます。皆さんこんにちは、着席のまま失礼いたします。今社長の方からもお話がありましたように、ポポさん、ランコ・ポポビッチさんに、今晩、新監督として、契約合意に至りましたので、今日会見を開かせていただくことに、なりました。で、2016年に、J2 に戻ってきて、相馬体制、6年間の中で、16年、J2 残留、17年定着、そして18年さらなる夢に向かってということで取り組んでまいりまして、18シーズンは見事に、4位という成績を上げることができて、それがきっかけで、J1 ライセンスのルールの緩和だとか、あるいは我がクラブにとって大きな出来事であります栽培エージェントの傘下に入るというような大きな出来事のあった2018年から19年のシーズンにかけて、相馬さん6年間、第2期相馬時代6年間やったわけでございますが、今般苦しいシーズンを何度か J2 の残留ということを果たせたんですけども、監督の方からもうエネルギーが出ません、もうやり尽くしましたという申し出がございまして、協議を重ねて、お互いに合意のもと更新をしないということに相なりまして、そこから監督を探す中で、相馬監督が築き上げてくれたベースに立って、さらに栽培の考え方に従いながら J1 で戦えるクラブ、 J1 を名実ともに目指せるクラブということの、ポポさんとは3カ年計画ということで、一つずつ毎年毎年ですけども積み上げていく中で、3年、以内に J1 を目指せる、そういうチーム作り、一方で会社の方も経営規模が今のところまだ10億にも達していない現状でございますから、これはもう藤田オーナーももうもちろん認識しておられることなんですけども、やはり経営規模で20億ないと、これは J1 で戦っていけない、エレベータークラブというんですかね、やっぱり20億から25億今ないとなかなか J1 に定着できるような景況でないというのが現状でございますから、このチーム力もアップしていく一方で、経営規模の方も観客動員含めて J1 にふさわしいクラブになるように取り組んでいきましょうということで、これはもうまさに経営と現場と両輪で J1 目指しましょうということの中で、J1 でもしっかり戦える監督さんということで、ポポさんはもちろん大分とか F 東とか、セレッソ大阪とか、J1 のそれこそ上位を狙えるようなクラブでも指揮を取っておられたわけですから、十分にその J1 で戦える監督として、あるいはこの今日の発表になったのもですね、12月7日には J1 が終わるということの中で、ポポさん実は皆さんも9月には一度に日本にいらっしゃってるってこともご存知だと思いますけども、かなりそのタイミングで J1 のクラブ、いくつかのクラブさんからは興味を示されたこともあって、なんとか12月7日最終戦が終わる前に、私どもとしては合意にこぎつけたいというようなことの中で、まだまだ発展途上のクラブではございますが、このプロジェクトという言い方をさせていただいてますけども、クラブもチームも成長していこうということに力を貸していただけるということで合意にしまして、今日この日を迎えている次第でございます。
思い返すと2011年ポポさんに来ていただいた時は、経営規模もまだ JFN でございましたから、3億にも満たない、3億円にも満たないクラブでありました。それがまだまだ J1 というにはおこがましい経営規模と申し上げましたけども、それでも当時に比べれば、10億になろうとするクラブの規模に育ってまいりましたし、それからこのスタジオもそうですけども、今やバックスタンドを拡張して2021シーズンからは J1 のスタジアムになる、あるいは来年をめどにクラブハウスも作るということの計画が今進めている状況ですから、いよいよ昨シーズンにおいても、まあ、名実ともに J1 を目指しましょうということで取り組みましたが、まだまだそれはライセンス上のことでございまして、今回はまあいよいよその実態も伴っていくスタジアムの建設も来シーズンを進め、クラブハウスも建築していくというような、そういうクラブの実態が伴う J1 を目指すという状況の中で、ポポビッチさんに指揮を取っていただこうということになりましたので、まあ、来シーズン以降もまた、さらに成長していくゼルビアということで、ご期待いただければと思います。